J リーグで鬼門な才能を発揮した藤井春也。彼の才能は海外でもとどまることを知りません。今回は彼がベルギーで記録した驚愕の数値を紹介します。まずは彼がコルトレイクに与えた影響を紹介します。藤井選手が加入する以前、コルトレイクは20試合でわずか2勝、最下位に沈んでいました。しかし冬に加入してから出場した試合では5試合で2勝、2分け1敗の成績、勝率を4倍に上げています。しかも加入以前の20試合で1回しかなかったクリーンシート、5試合で3回も達成。怪我で離脱した26節、27節がともに3失点で敗れていることを考えると、彼のもたらす影響は計り知れないことがわかります。それでは本題に入りましょう。センターバックにとって最も大切なこと、それは対人を含めたデュエルです。こちらが藤井選手が加入5試合で記録したデュエル数値の平均です。実はこの数値はリーグ屈指の記録となっています。わかりやすいように比較していきます。比較対象は現ベルギーリーグ最強のセンターバックトビー・アルデルバイレルトです。簡単に説明すると、ベルギー代表で100試合以上に出場し、プレミアリーグの強豪トッテナムに6シーズン在籍したレジェンドです。それでは比較していきます。赤が藤井選手、青がアルデルバイレルトです。地上戦、空中戦、トータルのデュエル、その全てで藤井選手はベルギー最強のセンターバックを上回っています。確かに藤井選手のデータは5試合で記録した数値、アルデルバイレルトは26試合で記録した数値と単純な比較ではありません。しかしそれを考慮したとしても、初の欧州リーグ、しかもチームは最下位で、得点、失点ともにリーグワーストという逆風あっての数値、驚異的です。こちらはその他の数値とチーム内での順位です。グランパスサポーターの方はご存知ですが、藤井選手の凄さは攻撃面でも大きく貢献するところです。ドリブルはセンターバックながらチーム4番目、ロングボールは2位に大差をつけてのぶっちぎりでのナンバー1。やはり彼の才能はベルギーリーグでは別格のようです。ベルギーリーグで別格の輝きを見せる藤井春也、これからも彼の活躍に目が離せません。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみください。